はい、皆さんこんにちは、サンソンチャンネルの山口サンソンです。よろしくお願いします。で、今日はですね、令和3年の1月4日の夜になりますかね、桐谷さんがですね、新たにですねツイッターの方を始められましたので、まあ、それについてですねちょっとお話をさせていただきたいと思います。ちょっと画面共有しますね。で、ツイッター始められたきっかけなんですけれども、もう1年ぐらい前からですね桐谷さんがですね、なりすましにですね、かなり悩んでおられたんですね。今画面に見えてるかと思うんですけども、この桐谷1015-49っていう人なんですけども、まあ、この方がですね、桐谷さんになりすまして、そのいろんなことをですね、つぶやいていくわけですね。まあ、主に桐谷さんの過去の発言とかだと思うんですけども、それがですね、もう何年も前の発言で、もうなんか優待廃止してる株についてつぶやいたりとか、もうとっくにですね、変わっちゃってる優待とかに関してつぶやいたりとかしててですね。で、桐谷さんすごい勉強家で、その優待こう変わったとかですね、こう毎日こう勉強されてるわけですよ。なんで桐谷さんなくてはもう絶対言わないようなですね、ことを、ガンガン言ってると。で、なんだ桐谷さんこれ変わったの知らねえのか、もう3年も前だぞみたいなですね、ことを言ってる方もいらしてですね。まあ非常にその、まあ、社会的評価が低下してしまってですね、悩んでおられたと。まあ、いうことをですね、ただ桐谷さん自身ですね、このツイッターちょっとよくわからないと、まあ、いうことでできなかったわけですね。まあ、そこでですね、まあ、桐谷さんの、まあ、熱烈なファンの方ですね、からまあ頼まれまして、まあ、桐谷さんのご自宅行ってですね、まあパソコンでツイッターやりたいということなんで、パソコンの方でですね、ツイッターの設定の方をやらせていただいたと、まあ、いう次第ですね。で、それが今映っているやつで、こちらの優待ひろとと、まあ、いうのがこれ、桐谷さんのものです。ただ桐谷さん、まあ、非常に忙しい方ですので、まあ、おそらく、そんなにですね、つぶやきはしないと思いますし、また皆さんがですねリプライとかしてもですね、まあ、あるいは私とかがリプライしても、まあ、返事とかなかなか返ってこないだろうとは思いますが、まあ、そういうことです。ちなみにご自宅行って、まあ、2時間ぐらいちょっとかかっちゃったんですね。で、なんでかっていうと、私普段ですね、自分はこのスマホでツイッターやってるんですね。で、桐谷さん、まあ、パソコンでということだったので、で、パソコンだとちょっと違うんですよね。具体的に言うと、インターネットを閲覧するソフトですね、マイプロソフトのやつと、それから、Google の Chrome ですね、あるんですけれども、マイクロソフトのですね、Edge って言ったかな、まあ、あっちの方で桐谷さん、このインターネット閲覧されてたんですけれども、あれは、ツイッターと相性が悪いんですね。で、この今映ってるこの私が桐谷ひろとです写真勝手に使わないでってやつなんですけども、これですね、実を言うとその入力がなかなかできなくてですね、結局苦労の末ですね、こんな開業 を何回もすることでですね、ようやく入力できた文章ということになるんですね。で、結局30分以上だったかな、まあ、再起動したりいろいろやってみたところ、どうもこの Chrome 使わないとなかなかうまくいかないと、まあ、いうことが分かってですね、桐谷さんはこちらのですね、渦巻きのやつをぜひ使ってくださいと、まあ、いうことをですね、言って帰ったと。まあそんな次第です。まあそんなわけで、桐谷さんですね、まあ、本物、この優待ひろとという方が本物です。で、なんかあまりつぶやきも少ないと思いますし、リプライに対するですね、返信もなかなか忙しくてできないと、もう寝る時間もあまりなくて大変みたいなんで。できないとは思うんですけれども、一応こちらが本物なんで、皆さん偽物にですね、惑わされないようにということです。で、桐谷さんにですね、一応まあ、ツイッターの設定をしたということでですね、なんか本当に申し訳なかったんですけれども、こういったですね、将棋連盟のですね、カレンダーいただいてきました。なんか お礼ということだそうです。どうもありがとうございました。はい、これ表がこれ将棋千駄ヶ谷のですね、将棋会館ですね。で、1月がこれ、佐藤澄九段ですね。はい。で、面白いのがですね、これ、3月が藤井さんなんですね。3月がこう藤井さんなんですけども、藤井二冠ですね。はい。12月もですね、やっぱり、藤井二冠なんですね。藤井二冠だけ、2回出てるということですね。ちなみに女流棋士ですね。女流棋士はこのです、ね、西山さんとですね、里見香奈さんですね、2人で1枚という、これは6月かな、
ということになっているわけですね。ちなみに女流棋士というのはですね、これ棋士ではないです。あの棋士というのはこれ三段リーグで、今だと三段リーグで、2位以内に入った人ですね。この方が四段になってこれ棋士ということなんですけども、まあ、女流の方はですね、これ女流育成会というのも全然別の組織の方で選ばれていきますので、これは女流棋士というのは棋士ではないということですね。でただこのこちらのですね、西山さんですね、こちらが今ですね、あの三段リーグで戦っていまして、あの1回惜しいところまで、あの2位以内にですね、入りそうなところまで行ってるんですね。まあ、ですので、もしかしたらこの西山さんがですね、初めての棋士ですね、女性として初めてのですね、棋士になるかもしれないと、そういう可能性が残っているということですね。こちらの里見さんの方もですね、あの三段リーグの方でちょっとやってたみたいですけども、あの惜しくもですね、まあ、四段にはなれなかった。だから、棋士にはなれなかったと、女流棋士としてやっていくということですね。まあ、この他、豊島竜王ですとか、久保王将、前王将かな、から、永瀬拓也、これ叡王ですかね、今ね、から羽生、レジェンド羽生さんですね、それから木村一基、これ前王位ですか、藤井二冠に、王位を差し出した方ですね、中年の星と言われてた方ですけども、それから、といった渡辺名人ですとかね、まあ、そういった方が、カレンダーの方にですね、載っていると、まあ、いうことで、まあ、こういった貴重なものをいただいたという次第ですね。そのところで、まあ、桐谷さんがですね、ツイッターを始めたと、まあ、いうことで、まあ、それだけの話題なんですけれども、今回ですね、放送させていただいたということです。まあ、よかったらですね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。久々に福永以外のですね、話題ということになりますかね。はい、お疲れ様でした。失礼します。